はい、みなさんこんにちは、 SKE48 です。今日はですね、私たち4人で、5時20分からトークイベントをさせていただくんですけども、私たち以外に、平田椎名ちゃんと水野愛理ちゃんが、来てくれました。はい、そのトークイベントではですね、あのグルメ対決をするので、皆さん何のグルメが出るか楽しみにしていてください。そしてぜひ待っています。よろしくお願いします。そしてですね、ハーフタイム中にですね、スタジアム花火が打ち上がるそうなんですよ。今年初の花火、そうですね、なので皆さん、はい、一緒に楽しんで盛り上がっていきたいなと思うので、皆さん一緒に楽しみましょう。行方不明になりました。1名来てない。じゃあ1名来たら途中で合流させましょう。じゃんけんぽい。やってみたいと思います。なんかちょっと近くしてもらったんだけど、できる気がしないもん。ダメー。いきます。おー、いいとこ。これめっちゃ熱いやん。すごい応援してくれ。おー、おー、え、あー、ダメだ。そう、難しいけど、なんかすごい、でも子供が応援してくれるから、楽しかったです。あとですね、米田工事のところにはこの品格があります。これでですね、これは通信。頑張れ SC 岐阜。はい、バスが到着しました。ちょっと邪魔ならないように着いてなんですかね。すごい SC 岐阜の、なんていうんですか、専用バスって言うんですか。そうですね、選手が乗ってますね。監督がいます。監督がいます。見たことある。ある？すごい。なんか前にあのギフィーのね、ぬいぐるみがいるのが可愛い。可愛い。すごい。まあね、選手もすごい真剣な表情というか、うん、そうですよね。が今、はい、一般入場が始まりました。たくさんの方がね、そうですね、来てくれてるんですけど、どうですか、サッカーとか見るの初めて。あ、でも2回目とか。あ、そうなの。どう、この賑わい。すごい、そうだよね、花火が今日あるからね。普通の一般のお客さんも浴衣で来てくれてる方が多いみたいです。この後も楽しみます。すごいですね、こんなあまりこんな間近で私は見たことがないので、すごくびっくり。